なのでプログラムを再開いたします。続きまして兵団対顧問の友田圭による講演を行います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。キックオフ1ヶ月前ですかね、はい、にもお話をさせていただきました友田と申します。よろしくお願いします。で、午前中はどうでしたか。マイクロソフトの社員さんからいろいろ厳しいご指摘を受けましたか。はい、優しい言葉もいただきましたか。はい、ですね、今日は、皆さんがですね、これから、ご意見いただいて、どういう点でブラッシュアップしていけばいいかということをですね、少しヒントとなるような話をさせていただければというふうに思っています。よろしくお願いします。政策をマーケティングするという、ちょっとかっこいいでしょ、こういうふうに言うと。でも皆さんにこれからやってたらそういうことなんです。はい、で、改めまして友田でございます。よろしくお願いします。で、これ僕の持論です。選挙はマーケティングだと思ってます。で、僕25歳で、初めての選挙出まして、25歳で、最年少最高得票、いわゆるトップ当選をしました。で、最初はね、の選挙で結構トップ当選しやすいんですよ、期待感で。で、2回目の選挙って大体そこから票を落とすんです、はい、多くの議員さんって。でも僕の数少ない自慢の一つは、2回目が1回目よりも票が増えて、過去柏原市の中では最高得票だったということが各自慢なんですね、少ない。で、僕はどういうふうにやったかというと、徹底的にマーケティングしました。そのことを少しお話し、皆さんのお手元にもこの紙ありますかね。2枚あと配っているのがあると思いますけど、こっちの方、これちょっと出してください。いいですか。これ有権者はどこにいるかっていう話ですね。投票権があるのは20歳20歳からですね。で、大体これが一番80歳だとしましょう、仮定して。で、保守的な考え方をする人、革新的な考え方をする人、この資格が党有権者だとした場合に、大体投票率って選挙によってあれですけど、60% から 40% ぐらいなんです、投票率って。仮に 50% とした時に、この中に資格にある半分の層は選挙に行くわけです。で、皆さんなら半分類属されるわけですね。だからで、半分は空白なわけです、行かない人。ちょっとこのね、1分だけ考えて、選挙に行く人がどこに行くかというと、ちょっと塗りつぶしてください。その資格の中で、車線でもいいですけど、どういう人が選挙に行くか。この真ん中の線はあくまでも参考のために引いてるだけなんで、あんまり意識しなくていいですよ。結構いろいろ面白いですね。ちょっと質問です。選挙に対して保守的な考えの人ってどういう考え方をする人ですか。このまま選挙に対して
アって感じの人です。なるほど。やっぱり革新的な人ってどういう人？いや、自分の考えで。革新的は、今の現状の不満があって、なんか違う。これちなみに小さい人が 50% いかないの？これ面積100に対して大体 50% の率にしてる。その 50% でそういうことだから、半分は塗りつぶしてってことね、大体。なるほどね。一つポイントなのは、政治に対して保守な考え方、革新家じゃなくて、選挙に対して保守的な考え方、革新に考え方。僕はこう考えたんです。選挙に対して保守的な考え方としては、選挙は義務だと思ってる人。行かねばならない。槍が降っても行くみたいな。で、選挙について革新的な考え方っていう人はこういう人だ。選挙は権利だと思っている。つまり使いたかったら使えると。別に使う必要は別に使いたくなかったら使わなくていい。これ分かんないですよ。僕はこういうふうに仮定したっていう話で、で僕はこうだと思いました。選挙に行く層はここだと。例えば20歳でも皆さんのようにちょっと政治に関心があるとか、20歳でも行く人はいますよね。ただすごく 20% ぐらいなんで、すごく少ないですよね。で80歳でもみんなが行かないですよね。行かない人もいる。なんで大体こんな感じなんじゃないかなって僕は仮定しました。これが正しいかどうか分かんないですよ。当然僕はこういうふうに考えたって話で、僕がこういうふうに考えたときに、まあ、皆さん今塗りつぶしましたよね。で皆さん今回の立場って何ですか？皆さんの立場、有権者、有権者じゃないか、このプロジェクトの立場、皆さんの立場って何ですか？道づくりをしていく。今回皆さんは市長ですよ。皆さんの町の市長だったらこの町を30年後どうしますかって話でしょ。市長だと考えたときに、選挙に出るんだったら皆さんどこの層を取りに行きますか？その資格の中で。これは僕の考えね。皆さんが塗ったら皆さんの考えがあるわけで、その中でどこの層の票を欲しいなと思いますか？どこをターゲットにしますか？これがマーケティングですよ。企業がマイクロソフトさんが商品作るときも、どこの層に使ってもらいたいかと思って商品作るわけですよね。トヨタも車は、この車はあトヨタのアクアっていうプリウスって車はこういう人に乗ってほしいと思って作るわけですよね。皆さんどこの層を取りに行きますか？今日の作った政策は誰の票を取りに行くための政策ですか？そういうことって考えて政策作った人物ってあります？お、素晴らしい。ちなみに誰を狙ったんですか？鈴木事務所は30代の、32、3歳ぐらいの子育て直前か出産直前の女性です。あ、なるほど、なるほどね。まあ、すごくありだと思いますね。はい。でいわゆる僕の無党派層を取れとかってよく言うじゃないですか。よく新聞に無党派層が動いた。で若者は無党派層だとかっていう新聞記事とかよくあるじゃないですか。僕ねあれ嘘だと思ってる。僕の考える無党派層って、あ、これターゲティングの話で、僕は実はここを狙いました。25歳で立候補して今鈴木事務所の彼女に答えて非常に近いです。明確にターゲティングをしました。35歳の夫と33歳の奥さんがいて2人子供がいますと。上は6歳で幼稚園に通ってます。次小学校です。下は、3歳で、奥さんはちょっと旦那のボーナスが減ったから最近パートに入りましたと。でだから近所のおじいちゃんおばあちゃんに下の子預かってもらってますみたいな。で35歳のサラリーマンです。大阪、僕は柏原市での大阪のベッドタウンなんで、いわゆる大阪 のビジネス街に、まあ、勤める人をすごくイメージしました。で僕が
選挙に出た、この間選挙の時のポスターなんかキックオフ出た人は見たと思いますけれども、その当時は眼鏡もかけてなくて短髪で髪の毛曲がってて紺のスーツで薄いブルーのシャツでストライプのネクタイでって、でなんでその格好をしたかというと、この35歳のサラリーマンの人が、あ、こういうやつうちの会社におるおるみたいな、俺のチームの部下の何々君みたいなとリンクする格好をしました。彼に好かれるために彼が好きそうなまず服装をしました。で、この夫婦が一番問題意識として高い子供のこと、教育のことをひたすら駅でマイクを持って訴えました。彼らの票を取りに行くためです。それが僕の選挙のマーケティング、最初の時のマーケティングでした。で、無党派層は僕はこうだというふうに思っています。こういうふうにグワーンと人気がある時は広がると、全体的に。で、なんでかというと、これ過去の投票結果ちょっと見にくいですけれども、一番下は20代です。一番上が60代です。こんだけ開ける。でも基本的に全部同じ流れでしょ。人気がない選挙は全部の人が投票率低いんですよ、総じて。で、人気がある時はみんな人気、みんな投票行くんですよ。20代もそうだし、それなりに投票行くし、60代ももっと行くみたいな、ね、なんかおかしな動きしてるってないでしょ。だからさっき僕が言ったようにブワーンって広がるんだと思ってるんですよ、大体。で、これがこれ過去のその投票結果から言われていることなんです。で、いわゆる無党派層で若者だけじゃないと、高齢者にも無党派層がいるんだということで、もうちょっと知ってもらいたい現実は、これちょっと古い2010年の参議院選挙の結果なんですけど、これが全青色が有権者数です。ここに言うと30代と60代、60代が一番多いんですけど、その次のように30代なんですね。これだからベビーブーマーで、ベビーブーマーのジュニア世代だから、こういう形で、これが世代のいわゆるパーセンテージです。パーセンテージですで言うと、20代と70代って同じぐらい割合いるんですよ、有権者数。わかります？でもこれ実際に選挙行ったらこんだけ緑、これパーセンテージ、わかります？20代は 3.2%、 70代なんと 74%、 倍ですよ。で、30代が急にグッと上がる。で、ここまだ 10% ぐらい上がってる、ここまだ 10% ぐらい上がってる、ここまだ 10% ぐらい上がってるみたいな話なんですね。大体ここはまあ 10% 以上上がってるいうこと。これがいわゆる選挙の現実なんですね。なんで20代と30代でいわゆる選挙行く層、選挙に行った層って全体の 22% でしかないという話。逆に60代以上でいうと、もうほぼ半分に近い層が選挙に行ってると。じゃあどこで直れって言われたら、やっぱ高齢者でしょみたいな、だってマーケットが大きいですからみたいな話になりますよね。何が言いたかったかというと、いわゆる高齢者投票に行くんですよ、やっぱり。で、なんでかっていうと、やっぱ市の催し物に参加したりとかして関心持ってると。20代でとか30代で例えば結婚してても子供がいなかったりすると、まず役所に行くこととかないんですね。子供が生まれたら、いわゆる妊娠したら、いわゆる手帳をもらわなあかんとか、乳幼児健診があるとか、そういうことで役所と関わるキャンスって出てくるんですけど、そうじゃなかったらないんですよね。だからきっかけがないから、結局、その興味関心ってないわけですよね。で、きっかけを増やさなあかんと思って、ドット JP は、インターンシップとか、一生懸命やって、機会、若者と政治の機会を作ろうっていうことをやってるわけなんです。はい、だから当然
いわゆる若者向けの政策が進められて若者政治が進められる。皆さんリーダーシップ参加者ですけど、皆さんのいわゆる知事会とか府議会とか都議会とかで20代30代の議員ってどれだけいますか？数えれるでしょう。60代以上の議員って数えれないでしょう。一目瞭然ですよね、はい。まあ、これが現実ですということです。だから若者不在だっていうことですね、はい。まあ、それがいわゆる言いたかったことです。だからまあ皆さんの出番じゃないですかというのが、まあ、ドット JP が言ったことです、はい。ちょっとイントロダクション長くなりましたが、まあ、そういうことをお伝えしたかったことです。で、ここからもう一つのワークをしてもらいたいと思います。もう一個のこれ A さんですかね。結構大きくだいたい今チームで並んで座ってくれてますかね。ポジショニングっていう話をしたいと思います。今までは、いわゆる投票してもらう人に対してどういう考えを持ってるかっていう話です。で、今からはですね、いわゆるライバルの候補者、まあ、今日4つですか3つですかぐらいのブロックに分かれて、まあ、自分のところも含めて4チームぐらいのプレゼンを聞いたと思うんですけれども、その中でいわゆる、まあ、今回未来自治体という名前なんで未来感あるか、いわゆる独自性、世田谷区だったら世田谷区らしさ、鎌倉市だったら鎌倉市らしさがあるかどうかっていうことですね。まあこの博士みたいなおじいちゃんが言ってますですね。独自性、その町ならでは過去の歴史や経緯を踏まえているかとか、他の町に真似ができないかとか、未来性でいうと時代の変化を予測しているかとか、30年後に残したいものがあるとか、まあ、未来なので希望が持てるかと。希望が持てない政策とかで最悪ですよね。それ何訴えてんねんみたいな話ですよね。そういうことをぜひポジショニングしてください。例えば A チームは結構未来独自性はあったなみたいな、未来感はまあまあでもそこそこあったなみたいな、 B チーム未来感めっちゃあったけど独自性ってあんまりなかったなみたいな、 C チームはいや A よりも独自性は低いけど、まあ、B よりも独自性はあったなみたいな、でも未来感はなかったなみたいな、それくらいでうちのチームはみたいな、いや未来感もだいぶ乏しいしみたいな、独自性もだいぶ乏しいなみたいな、あります。要はプロットしてください。その中でチームの話になって、まあ2人とか3人とか4人とか1人とかもあるかな、まあ、1人とか1人で自分で決めてもらったらいいですけれども、今日午前中に聞いたライバルチームと自分のところのチームの比較をしてください。いいですか。まあ時間はちょっと短く、ごめんなさい、12分ぐらい、この時計で12分ではない、10分まで、ごめんなさい、10分まで、10分ちょっとで、そこの1のところにチーム名を書いて、ここのこの辺って印をつけてください。で、その用紙の下にですね、その理由、バルバルチームは未来感はここな理由、独自性はここな理由っていう理由を書いてください。よろしいですか。はい、ではチームで話し合って10分ぐらいでじゃあ議論してください。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
3分で頑張ってちょっと書いてください。では一度置いてもらっていいですか。はい。では次にですね、もう一度ちょっと簡単に机移動してもらって、各ブロックで固まってもらって、自分たちのチームがどういうふうに評価したっていうのをですね、お互いに発表して共有し合ってください。いいですか。で、大体各チームが発表3分ぐらいで、1ブロック4チームですか。はい、4チームと3チームが1ブロックです。あ、了解です。はい、5チームないわけじゃあ、大体まあ12分ぐらいで終わると思うんで、1回ちょっと机を移動させてもらって、各ブロックごとに輪になってもらって、まあ、あとは机なくてもいいので、まあ、お互いにどういうポイントかということをですね、共有してください。ちょっとスタッフの人、中に入って誘導お願いします。あとタイムキーパーもお願いします。そうですね。どうぞゆっくりこう行くしかないです。
この中で見るとできますね、これは。まず、石田さんの事務所の仕組みなんですけども、一番としては築地のブランド、ポイントしているところっていうか、やるだけはそこを助けたいと、これがちょっと感動したんですよ。しかもちゃんと企業とかの広告がどうかのところで、今でも全国にいて、その仕組みほどすぐなんで、まあ、計画をしてるかな、仕組みがあります。
Thank you.
はあるんですよ。時間が来ましたので、ちょっとまだ終わってないところはちょっと後で休憩もありますのでやってください。で、何を言いたかっていうことを、いわゆる自己評価と他己評価の違いを分かってねっていう話です。で、当然人によって価値観が違うので、立場も違うし、自己評価と他己評価って異なるっていうことですね。多分自分たちがこう思ってたのと、他のチームが自分たちのこと評価したのって多分違うってたと思うんですよ。で、政治家ってそういう職業なんですね。で、政治家ですごくダメなのは、自分のこの思いとかこの政策はすっごいイケてるって言って、いわゆるマーケティングで言うとプロダクトアウトしすぎなんですよ。プロダクトアウトっていわゆる、分かりやすいと押し付け売り付けみたいな感じ、これいいから買ってよみたいな。で、そうじゃなくて、もっとマーケットインで、いわゆる住民の声を聞くとか、住民からどういうふうに感じられるってことがすごく大事だと思うんですよね。なんで、他所からどういうふうに見られてるのかとか、どういうふうに思われてるか、どういうふうに判断されるんだろうっていうことをすごくやっぱり意識する必要があるなと思います。で、今日午前中マイクロソフトさん の社員の方からもフィードバックもらったと思いますけど、実際にこのコンテンツを投票するのは皆さん自身なので、大人と皆さん自身が感じるのは多分違うはずなんですよ。で、皆さんが選びたい未来なので、皆さんがどう感じるかの方が実はめっちゃ重要で、午前中は無駄とは言いませんよ、当然。いろんな視点でもうちょっとこうやった方がいいんじゃないか、当然いろんな意見がもらえたから参考になると思うんですけど、皆さんの友達がどういうふうに感じるかってことをすごく意識してもらいたいなというふうに思います。基本的にはですね、自チームがこれ一番下の方にあるんだったら、やっぱりここにグッと引き上げていかないといけないわけですね。で、この辺に来るというふうにならないと、いわゆるライバルを勝つことはできないわけですよね、当然ながら。だから、そのために、いわゆる独自性と未来感を磨くのじゃって言ってますけれども、未来感ってテクノロジーがどうたらこうたらだけじゃないと思うんですよ。例えばイタリアにフィレンチェとかっていう街がありますよね。あれって行ってみたら分かるんですけど、ただの田舎町なんですよ。ただ100年前の街並みがそのまま残っていると。そういうのって世界を探すと数えるほどしかないわけですよ。日本見てくださいよ。全部駅前再開発してパッて行って乗り過ごして熱暴起きても、自分の街と隣の駅って街の作り方全く一緒でしょ。ロータリーがあってギルがあってみたいな、その街らしさっていうのは全然ないわけですよ。そういう街を作ってきた。でもフィレンチェとかはそうじゃないわけですよね。古いものがちゃんと残されているから世界から観光客が集まるわけですよね。それってとっても未来感があるわけですよ。僕高校の時にちょっと留学してたので、世界中の友達がいるんですけど、日本に来ると必ず言われます。けダウンタウンは連れて行かなくていいと。イタリア料理はどこでも食べれると世界中、ね、だからやっぱり豆腐を食わせろとか、すき焼き食わせろとか、座禅を体験をさせろとかね、そこにしかできないことを求めてくるわけですよね。だから僕がすごく常々言ってるのは、実家、世界仕事、いわゆるドローカルなことって実は一番グローバルなんですよ。そこにしかないものなので、世界中探したって、だから実はすごく観光資源になったりするわけなんですよね。で、それがいわゆる独自性っていうやつだと思うんですよ。で、そういうことがいわゆる未来のビジョンとか政策に対して活かせてるかってことです。あまりヒントを与えたくないで言いたくないんですけど、一つヒントを与えるとするなら、例えば空き家の問題って全国どこにでもありますよね。都会の一部を除いては、その時にその問題どうやって解決するかって言った時に、独自性はどういうふうになるか。例えばね、
いやうちの町は自治会の加入率は 80% なんですみたいな、これ全国屈指ですみたいな。だから町内会で空き家の管理ができるんですみたいなって言われると説得力あるでしょ。それって他の町にはできないよねみたいな、その解決方法ってみたいな、例えばそういうことなんだと思うんですね。だからその町の、まあ、素敵なところとか言ってるところっていうのを課題解決に対してどういうふうに使えるのかっていうふうなことを一つ考えてもらいたいなというふうに、まあ、そういう観点で独自性と未来感っていうのを磨いていってもらいたいなというふうに思っています。はい、あと皆さんそんな休憩、さっきも休憩したら休憩いらないですよね、まあ、トイレ行きたい、あと5分ぐらいありますので、まあ質疑応答何でも構わないので、聞きたいなと思ったことがあれば質問を受け付けますし、まあ、なければ休憩にしましょう。はい、いかがでしょうか。発表してください。はい、ではこれで私からの少しちょっとしたアドバイスの時間を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではただいまより10分間の休憩となります。次のプログラムは14時40分から開始いたします。お時間までにご着席いただきますようお願いいたします。